皆さんおはようございます1月6日木曜日朝夕平ですえー、っと今日が1月6日で、えー、僕のですね、えー、クリスマスから続いていた仕事の、えー、久しぶりの休みです <laughs> あのもう1月6日ぐらい三が日終わって年末年始からうちお店忙しいので、まあ、ずっと事務所にいて で、三ヶ日も忙しいです。で、四五と、仕事の予定もあって、ということで、六日、やって休みです。ということで、え、えっていうかもうここで休みを取っておかないと、あの、最近子供たちがですね、あのー、ストを起こしてます、スト。 あの、このままじゃもうパパの子供じゃいられないよっていうストを家で起こし始めたので、あの、そろそろ父親やらないとってことで家族サービスをやらないと、えー、子供たちが僕の子供じゃなくなりますっていうね、ストを長女が最近始めて、いつ帰ってくれるんとか言われるんで、毎日帰ってきてるんだけど、君たちが寝てるうちに寝て、えー、帰ってきて、君たちが寝てるうちに出ていくからねっていう感じだったので、えー、やっと休みです。ね、えー。僕の正月休みってわけじゃないんですけども、正月休みは成人式終わったぐらいですね。 店長もやっと昨日一日休み取ったくらいやもんね。はい。ね本当にね、申し訳ないです。あの、皆さんが働いてる時に、働いて、休んでる時に働くというのが僕たちの仕事なので、そんな感じでちょっとバタバタして。えー、昨日ね、取りだめだった紅白。よかったですね。あれね。もうね、あとはその後にあったカウントダウン。もうバッチリでしたね。ほんとね。とか言ってたらね、もうおせいよって感じですよね。あの、僕はやっぱりカラオケ店で働いてるので、やっぱね、歌のうまい,うまい人よくチェックしてます。今日ね、ちょっとね、 皆さんにね、この人歌う前ですよっていう、えー、紹介をする前に、えーと、質問にも最初に答えましょうね。サ、え、イ、ー、先生、こんにちは。毎日楽しみに拝見しております。来月引っ越しっていうことは12月に入ってきた質問だろうから、今、今月でしょうね、えー。考えていますが、避けたら良い日にちなど、日などがあれば教えていただけますでしょうか。新年早々、バタバタしそうで気持ちにゆとりを持って引っ越せたらと思いまして。ということなんですが、えー、気持ちにゆとりが持てるタイミングで引っ越ししてください。 いくら吉日だとは言っても、なんか、バタバタ動いて全然自分の準備もできてないしとか、ましてやそのことがきっかけで、もし一緒に引っ越す人がご家族がいるんだったら、ご家族の反対を押し切ってまでするような吉日なんて存在しませんっていうのと、引っ越しの日取りっていうのは、この人の、ま、本人の生年月日とかから全部割り出していくものではあるんですが、そんなことをじゃあみんな引っ越するときに使ってるのかって言ったら、そういうわけじゃないんです。ただもし、引っ越しをする場合っていうのは、引っ越した先の場所から一番近い神社、もう友人、無人関係なしに、 で、神社に、私は今日からこの地域でお世話になりますってことを挨拶に行けばね、あの、それがまず最前提です。なので、あの、いくら吉日で切符を使ったからといっても、その土地の神様に対してちゃんと一言を伝えることができてる人とできてない人は必ず差が出ます。なので、供述であったとか、ね、教法位であったとかって言っても、その土地の神様っていうもの自体は、そういう悪い効果があったとしても、必ず、えー、その地域に来て、ちゃんと筋を通した上で挨拶をしてくれた人を守ろうとしてくれます。なので、日本っていう国とか地域っていう場所は、 前にもュメ半径8キロ圏内に必ず神社が来るように作られています。なので、神社のご挨拶だけ、しっかり言っておければ問題はないですよっていうことをまず覚えておいてください。ということです。もう一個答えこうかな。質問があります。神棚もお酒で拭いた方が良いのでしょうかいや、神棚にお酒をお供えすることがあのタイミングではあるので、別にお酒で拭く必要はありません。あのそれに神棚って、 鬼が溜まる場所っていうのは地べたなので、神棚高い位置にあるから、あの、基本的に神棚に鬼が溜まることもないので、え、お酒で拭く必要もないですよってことを覚えておいてくださいってことです。で、今日は、ちょっとね、あの、お正月やっと開けて、あの、お正月で撮ってたね、あの、紅白とか、あの、今ゆっくりね、見れるタイミングなんです、今が <laughs>。ま、ゆっくり見れるわけじゃないんだけど、その時にカウントダウンやってたので、やっぱりあのカウントダウンに出てくる人たちも紅白も、 ま、何が基準で紅白決めてるのか。まあ、その年に活躍した人たちって言ってもテレビあんまり見てないので、よくわからなかったけど、やっぱりね、この人歌うまいなっていう人がいて、僕はやっぱカラオケ店をやるにあたっても、まあ、歌が好きだからカラオケ店をやってたわけじゃないんですけど、<laughs> 僕がうまいんじゃなくて、聞く立場で言うと、この人めちゃくちゃオーラあるなっていううまい人は年間通して必ずね、一人か二人ヒットします。 この人歌うまいよねって思ってて、あの、僕はね、よくあの、ツボが重要って、夫婦で。笑うツボとか、怒るツボって、夫婦の中ですごい重要だよって言うけど、僕ね、妻とね、笑うツボもね、怒るツボも全然ハマんないんですよ。全然ハマんないけど、今回見てて思った。なるほどなって思ったのは、大体妻がこの人好きって言ってる歌詞は僕も好きだし、僕が好きだって言ってる歌詞は妻も好きで、今回テレビぼーっと見てて、 このほんと歌うまいよねって言った人はまあ妻の妹さんとかもいてやってたけど「へーって言ってても妻が私も思ったって私今年唯一1年通してこの人の名前だけは検索したって言った人が2人だけいるんですよ僕もね実は今年声だけパッと聞いて「うわこの人鳥肌が立つぐらい歌うまい」って思った人は2人だけいるんですよ で、俺ね、この人は、あともう一人おるんやけど、もう一人言っていいって言ったら、妻もいいよって言って、何々の何々さんって言った時に、私もその人だけ見たって言った時に、もうこれも被ってて、もしかしたら僕たち夫婦は、歌の壺がはぶ被ってんのかもしれないなと思ったのがあって、やっぱね、これ僕はね、歌うことは下手くそですけども、聞いた時にこの人は必ず、もうね、転生的に歌手として生まれてきた才能を持って生まれてきたんだろうなって思う人がね、と、の声を聞いて、 この人歌うめえって思った人に対して、その人の歌聞いて、鳥肌が立つ。皆さんも経験したことあると思うんですよ。こういう時ってね、自分が、いいことが来る前触れだったりするんですよ。過去に何人かいて、あ、俺の節目なんだなって気づく時は、めちゃくちゃ歌がうまい人と出会うことがあって、なんとなく街の中で流れてたとか、お店で聞いたって歌の中で、ってこうなる瞬間、誰の歌この歌って、信じられんぐらいこの人の歌、うまいとかっていうよりはオーラがある。心に響くんでしょうね。 だからね、今年二人いるっていうのは僕の中でね、結構特別なんですよ。毎年一人いるかいないかです。だったのにもかかわらず、今年二人いて、やっぱり今年すごいいろんな天気を迎えたので、あ、去年か、去年。去年そういう天気を迎えたので、ああ、だからかなって思った二人の、えー、歌手二人をね、あの今から、何の歌聞いて誰なのかっていうことをお二人、えー、教えます。あのね、聞いてみてください。YouTube で出てきたらわかりますので、この二人。一人はこれでね、 なんて読むんだろうと思ったけど、まあ、ミレイさんって読むらしいんですけど、まあ、ミレイ、え、どう見てもミレットって読むんじゃないかと思うけど、まあ、ミレイさんっていう、この方のインサイドユー。もう知ってる人は知ってると思いますけども、これ聞いたら、本当に歌が上手い人の歌だし、オーラがあります。バーンって響くなっていう感じのところがあるし、まあ、これ人の好き嫌いはあるとは思うんですがね、もう特別だなって思ったのは、カラオケ店やってるんで、いろんな歌手の歌聞いてるし、やっぱ上手い人いっぱいいるんですよ。ただやっぱ、 この人は本当にねオーラがあるんだと思いますその上で思いがあるなっていう感じというのはこの歌ですねあと全部の歌うまいですでもう一人は、まあ、この人も特別な名前だけどアイナ・ジ・エンドさんっ映ってない映ってないアイナ映ってる、はい、アイナ・ジ・エンドさんえっとなんかのバンドのメンバーの一人なんですけどソロで歌ってるやつがオーケストラって歌ってます YouTube でソロで歌ってるんだけどこの二人ですねでアイナ・ジ・エンドさんは もうね、久しぶりじゃないですかね。このジャンルの上手いはジャンルで、僕の中でですよ、ジャンルで言うと、チャラさんとよく似てて、似てる、似てるんとはちゃくて、チャラさんも好きなんですけどね、チャラさん以来の、うわ、このジャンルの上手いはなかなかで巡り合えないなっていう方ですね,ね。上手いです。やっぱりね、あの、オーラがある。ただ歌が上手いだけじゃなくてね、この二人は歌の中にイメージとか思いがあるんだと思います。だから、 うま、ん、い以外の何かが伝わってくる歌を歌ってる人だし、こういう人たちの歌と、え直接は会ったことないんですけど、こういう歌と出会うと、あ、なんか俺人生節目来たんだなっていうのがもう、もうかれこれ20年以上前からそういうことがたびたびあったので、まあ、過去にあのー、なんだろう、えっ、ー、と、元デフ、今もデフテックでマイクロさんの雪柳って歌がおすすめですよって言った時もやっぱあれも節目だったんですよ。で、毎年一人か二人いるかなぐらいの中で、まあ去年、 あの、妻と、まあ、この二人は私も見たこの人たちは歌が上手いって言ってて、えー、っと、ちょうど年末年始でもね、この二人歌ってました。やっぱり上手いわって思って、もう生の歌をいつか聴いてみたいなと思いますけども、えー、かなりです。で、皆さんも、歌をね、聴くっていうことも、歌うっていうこともすごく重要です。僕たちは常に五感で物事を感じてるようになってるので、あー、最近いい歌聴いたなーって思う時って、やっぱりなんか節目だったりしますし、年末でね、カラオケ歌って、人に対して歌う、そして聴くっていう姿勢もそうだし、 運のいい人っていうのはね、あの、カラオケ、この人の前で歌を歌うと気持ちがいいって思わせてくれる人たち。ね。あの、歌を歌ってる時はみんな大体伝目とか本を読みながら、次の自分の歌を探したりするんですが、誰かの歌に集中して耳を傾けるっていうのも、運が良くなるための開運行動ですよっていうのを年末でもお話ししたんですが、とことん歌が上手い人の声と出会うっていうのも、えー、何か、 物事が変わるっていう節目となることが多いのでこの二人ぜひおすすめです覚えておいてくださいっていうことですはい、えー、今日は歌に乗せてガッツポーズしようと思いますね <coughs> 大丈夫かなちゃんと声が出るといいんですよねよっしゃよっしゃよっしゃーっていうことで今日も元気よくいってらっしゃいお気をつけて